こんばんは。キュリだよ、こんばんは。よこらずい。チンジャオロース、おお、いいね。ゆうちの好きな食べ物、チンジャオロース。こんばんは。焼肉食べたの？私は今日はなんか変な時間にお昼を食べたらお腹が空かなくてというのと、まあ、寝てたのもあるんだけどね。食べてないですよ、ご飯は。豚肉？ご飯まだ？あら、食べなきゃじゃん。私は今日お昼過ぎにうどんを食べました。久しぶりに丸亀製麺に行きました。ビビンバ、え、美味しそう。ビビンバ好き。焼肉屋さん行ったらビビンバ食べたい。パパさん完了しました、ありがとうございます。キュリだよ、こんばんは。うん、丸亀食べた。久しぶりに食べました。本当に何年かぶりぐらいに食べた。丸亀そんなやわくないよね。多分みんなと一緒じゃないかな、わかんないけど。腰はあるよ、こんばんは。腰はありました。今仕事から。お疲れ様です、ゆっくりお食事されてください。こんばんは。うどんはじゃあ何を食べたでしょう。ちなみにお店で食べました。何のうどんを食べたでしょう。問題です。チャーロン、キョさんハート100個ありがとうございます。かけうどん、ぶっ、釜玉うどん、ぶっ、カレーうどん、ぶっ、ハンバーグ、ブッ。明日妹誕生日なんで、ふっふっ。明日7時半からしてるから多分ね見れないから、おめでとう。肉うどん、ぶっ、あ、ぶっかけ、惜しい。何ぶっかけでしょうって言ったら、ぶっかけって言ったらもうないか。え、カレーうどんあったよ、今日メニューに書いてあった。カレーうどん、ぶっかけは何があったでしょう。おおおお、惜しいね。3つ私は上に乗っけます。なんかもともとメニュー的には2つ具材が乗ってたんだけど、私はそれにもう1つ付け加えました。お、いいよ、もうみんな組み合わせたら正解だ。とろろ明太ぶっかけに私は生卵を追加しました。今日はなんだか冷たいものを食べたい気分だったので、明太とろろぶっかけに生卵を追加して食べました。美味しかったです。パパさん星ありがとうございます。美味しかった、めっちゃ。なんかそういうのが食べたかったんですよ。だからとっても幸せでした。難しいでしょ。ニコさんもいます。天かす入れた、天かすとネギは入れました。
美味しかったです。とっても久々に食べた。割といっぱい乗っける。ネギも天かすも好きだから。グッチーさんいいね、ありがとうございます。ちょっとこの後メールは時間的に厳しそうなので明日送ります。また。美味しかったよ。そう、コシがあるのもいけるし、柔らかいの、柔らかいうどんもどっちも好き。気分ですね。だからなんか今日はこっちのうどんが食べたいなっていう気分がある。今日は丸亀製麺の気分だったので丸亀製麺を食べました。パパさんハート100個ありがとうございます。こんばんは。うん、バイチさんハートありがとうございます。五島うどん、あ、五島列島は舞い上がりに出てきた。こんばんは。スケさんうどんも好きよ。基本うどん屋さんはスケさんうどんかウエスト、ウエストは知らない人もいると思うけど、チェーン店うどん屋さんとかいろいろあるんだけど、うどん屋さんのチェーン店と丸亀の大体3択です。私こんばんは。うどん美味しいよ。天ぷら系はお母さんと分けっこしました。かき揚げ、野菜のかき揚げお母さんとあんぶんこしました。なーにこたん、足舐めないで、足ペロしないで、やだやだやだ。花丸うどんはね、高校生の時よく行ってた。丸亀、丸亀美味しいですよ。牧野うどんはね、あのお母さんが好きだからよく行くけど、基本的に私が一番行くのはウエスト、スケさん、丸亀の3択。一番身近にある。ウエストはうどん屋さんかな、基本的にうどん屋さんなんだけど、なんか焼肉、ウエストの焼肉バージョンとかもあるし、どっかだっけ、福岡にめっちゃそのウエストっていうチェーン店なんだけど、なんかウエストもいろんなお店を出してるんですよ。そうそう、家居酒屋バージョンみたいな、うどんバージョンみたいな。なんか福岡のどっかにそれがめっちゃ固まってるところある気がする。なんだっけ、なんかよく都市高乗るときに見るんだけど、なんかウエストの、なんかウエストパークみたいな感じでいろんなウエストが集まってるんだけど、福岡のどっか、なんかいつもね、ララポート帰りの都市高乗るときとかに見る気がする。そう、そんな、なんかいろんなね、ウエストがいっぱいなんかっていう、どこかな、福岡ウエストいっぱい。なんかね、すっごいいっぱいにいるんですよ。なんだ、なんで調べたらいいんだろうな、いろんな。なんかね、いろんなとこがあるの。どこかな、あ、ここだ、麦の店、麦の、福岡の博多区、ちょっとこれなんて読むかわかんないんだけど、三地区、なんて読むんだろうこれ、麦の店っていうところにはウエストのうどん屋さんと焼肉屋さんとカフェと中華飯店、そう4つも揃ってるの。だからウエストパークって勝手に呼んだんだけど。あるらしいよ、知らなかったよね。
そう、カフェもあるらしい。ななみんちゃんハート100ありがとうございます。なんか今度ちょっと福岡行くとき前通ってみてください。ちょっと心躍るよあんなウエストがあるんだって。アストラックさん星ありがとうございます。そうカフェあるんだって。全部なんだろう、全部親は一緒って感じかわいい中におつゆうどんに引っ張られすぎてるそう店舗は違う、そうそうそう、だから4つお店が並んでる気が気がする。ね、ウエストランドですウエストランド、一日確かに4つもあればさ、朝うどん屋さんで食べて、昼中華飯店で食べて、ちょっと夕方にカフェでちょっとカフェして、夜焼肉食べたらいいじゃん。一日そこ入れるよ、いいよみんな困んないよ一日食べるものに困らない。いいじゃん。朝昼夕方夜で楽しめるよ。こんばんはそこに、そこの駐車場に一日居続けよう。カフェは夕方ですよ。まあ朝と昼の間でもいいし、昼と夜の、まあそこは好きなところだね。まあそれか夜食に使うか、夜空いてるか分かんないけど、間の時間は見学いいじゃん。だってうどんもあるし、カフェもあるし、中華もあるし、焼肉もあるって言ったら飽きないよ。いいじゃん。かき小屋ウエストすごいね。なんかウエストってすごいね。知らなかったウエスト。でもウエストは、ね、よくお世話になります。ウエストはかき揚げうどんが一番美味しい気がする。かき揚げが大きいの。これどうやって食べるんだろうってぐらいの大きさのかき揚げが出てきます関東でも今千葉にあるって書いてあったよ。関東地区、お意外とあるよ。千葉県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 、東京都、千葉県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 ありすぎでも焼肉とかカフェとかはない。中華飯店もない。しんじいちゃんさんバラありがとうございます。パパさんバラありがとうございます。1121日ありがとうございます。1121おめでとう、ありがとうございます。マサラッキさん花束ありがとうございます。へえ、焼肉ウエスト行ったことないな。見たことはあるけどね。えありがとうございます。でも基本的にあるのがうどん屋さんか生そばさん、生そば居酒屋って感じ。千葉県いっぱいだね。ほぼ千葉ですそめんってなんだ。はるみさん50巻と終了しました、ありがとうございます。何木そばって、あれ木そばって読むの、生そばじゃないの。どっから木なの
岡のウエストに行ったらもつ鍋も食べれるよ。私は食べたことないけど美味しいって聞く。うん、あ、生地の、あ、そういうことね生地の木が出てこなかった。なるほど。ウエスト、うどんウエストは普通麺、細麺、細麺の存在知らなかった。だったら食べたことないね。熊本のウエストはもつ鍋ないの？わかんないね。あった気もするし。あとね、おでんとかもあるよ。この時期あるかわかんないけど、冬はおでんがある。今はあるかわかんないけど。年中あるかな、ちょっとそれは最近行ってないからわかんない。中空いてきた。お、みんな夜ご飯ね、食べてない人は食べるんだよ。うどんいいんじゃない、なんかね、消化に良さそう消化に良さそう言っときながら、なんか2時過ぎぐらいに食べたうどんが胃の中にどっしりあるんですけど存在してるんですけど。スケさんうどんも好きだよ。うどんって美味しいよね。でも最近そばも食べたいんだ。そば、ざるそばが食べたい。行きたいおそば屋さんが、おそば屋さんがあるんだけどね、ずっと行けてない。田中家はそばより上、そばよりうどん派かな。どうだろう。でも家族で食べるならそばの方が多い気がする。私とお母さんがうどん好きなだけで、なんか特に家族で食べるとそばの方が多い。いいさん、ハート100個ありがとうございます。だから夏場のお昼ご飯とか夜ご飯とか、そうめんとそばがめっちゃ出てくる ざるそば、そうめんがめっちゃね、夏場は出てきます、ご飯に。ねわれさん、ごじゅうちゃん、ありがとうございます。茶そば好き、美味しい。まあ確かに関東に比べてそば屋さんは少ないね。軽井沢の、わんこそばしたことない。やってはみたい六本松、へえ、いいの。そう、そうめんとそばはよくね、夏のご飯ですね。よく食べる夏のご飯。そばサラダもね、よく食べますよ。おそばに、なんだっけ、そばサラダって何入れてたっけ。そばに、水菜に、きゅうりにかいわれとかを入れて、あ、とろろとか入れて、めんつゆわさびで食べるの美味しいですよ。これもよく夏食べる。バウチさん、ひよこ、ありがとうございます。そう、めっちゃ美味しいし、なんか夏バテとかしてた時と、しちゃう場合とかは、なんか夏バテしてても食べられそうなぐらい、そう、スルスルスルってお腹に入っていくから、夏おすすめ、そばサラダ。そう、野菜をめっちゃのせるの。わんこそばわかんない、やったことない。なんか意外とああいうのって食べれないよね多分ね、食べれない気がする。カレーうどん好き。にこたーん、にこたーん、
元気ですか？ワンコン言ってますけど。一口しか入ってないの？へえ。ジムくんもと YouTube もありがとうございます。ニコダーン、ニコダン、ニコダン、ニコダン、ヘイニコダーン、おいでニコダン。110、110、うわ、女性の平均ってどんぐらいなんだろうね。ニコダン、そっち、ダメダメダメ。ニコダン、おいでよ、こっちに。ニコダーン、ニコダン、ヘイニコダーン、ニコダーン。友達余裕で。あー、ごめんね、ニコダン、おちり。どうだろう、ニコダン、ヘイ、おいでよおいでよ、ニコの森、ニコダン。あー、ごめんごめんごめん、首ひん曲がりますよ。お坊ちゃんさん、よ、ニコタン、ニコタン出発。ニコタンは帰りのタクシーを待っていますニコタンは帰りのタクシーを待っています。バイバイニコさん。バイチさん、かわいい、ありがとうございます。確かに収録はね、まだね1回しかできてないんだけど、3人で。そう、1回の収録で今、そう、1回の収録でしたやつを放送していってる感じだから、これからちょっとね重ねていくと、どんどんもっと仲良くなれそうです、みくりんさんとさーちゃんと。髪の毛、私パープル入れてないよ。でもなんかちょっとまた明るくなってきちゃった、困っちゃった。この前はなんかちょっとオリーブ系を入れてもらった、茶色とともに。いつも私茶色とともになんか黄色、なんか赤っぽい、ピンクっぽい色とか、なんかそういう寒色系、寒色違う、暖色だね、明るいなんかオレンジとかピンクとか、そっち系をねいつも一緒に入れてもらうから、色落ちしたらなんかオレンジっぽい、オレンジっぽいみたいな、そっち系の明るい茶髪になってたんだけど、この前はそう、茶色とともにオリーブ、なんか緑、ちょっとなんかおしゃれな緑入れてもらったから、今までよりなんか色落ちしても髪色そんなキンキンに明るくない気がする。わかんないけどね、ちょっとみんなにはどう見えてるかわからないけど。青系はね入れないですね。1回でも入れた、一回成人式の時は青系を入れてなんかピンクだったんですよ、前日まで前日までピンクだったから、青系を入れて、青と黒を入れてちょっと暗くしました。成人式の時はちょっとね、日に当たるとなんか青っぽい髪色だった。一回だけ入れたことある。ショールームの色はあんま参考にならないんですけどね、そんな感じです今回は。色落ちしてもそんな今までみたいにキンキンって感じの茶髪じゃないかなと思うけど。どうせさ、色抜けちゃう、色が落ちちゃう、色が落ちて明るくなっちゃうから、最近は染めるときはちょっと暗めにしてもらってる。暗めにして、そう、どうせ後から抜けちゃうから、どうせ明るくなるんですよと思うっていうのが、もう最近ね、ちゃんともう分かってきたので、染めるときはなんか自分が思うよりもうちょっと暗めにしてもらってる。で、暗めからどん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 日が経っていくうちに、ちょっとずつ明るくなっていくよっていう髪色が、鼻が詰まってるんですよ、あやつのせいで拳が上がってる。
1ヶ月くらいでね抜けます。もう結構ね毎日に日に抜けてくって感じ。だから次の日起きるとうわ私髪の毛ちょっと明るくなったなっていう時も全然ある。だから本当にどんどん日が経っていくうちにどん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 徐々に徐々に抜けていくって感じです。意外とねわかる。ハイトーン、ハイトーンはねうーん今のところないかな。あでもハイトーンなのかな。ピンクにしたい。もう一回どっかのタイミングでもう一度ピンクカムバックしたいです。ブリーチはしないかな今のところ、うん、髪質が終わっちゃう気がする。うーん私ただでさえ癖っ気だし宿毛矯正をかけてるからブリーチしたらもう私の髪の毛はなくなると思う。ちぎれちゃう。シルバーの毛。うんでもいいおしゃれ。おしゃれじゃない、おしゃれじゃない。最近はだって女の子でもさシルバーに染めることができますから、ね、こんばんは。そう多分チリチリっちゃう。私は最近あのドライヤーを買い替える作戦ですね。そうブリーチしなくてもね私意外と色が入る髪質でして、そうなんかありがたいことに、なんだろうね髪の毛が細かったりするからかな、なんか色意外となんかブリーチしなくても、まあ私がしたい色、なんか私がしたい色が多分そんななんだろうな明るくないハイトーンじゃないっていうのもあると思うんだけど、ブリーチしなくてもね今のところ困らないです。こんばんは。そうドライヤーを買い替えた後にヘアアイロンコテという順番で買い替えようかなと思ってる。でも一番高いのはねちょっとやめとく。10万するのは手は伸ばさないって決めた。だから10万の1個下の7万ぐらいにしようかなと思って。すごいっしょ。ドン引きっちゃう。11万2200円するのはちょっと気が引けるので。気が引けるので私は7万8万いかないぐらいのドライヤーにしようかな。それのちょっと一個なんだろう品質というかちょっとなんか良さは一つ下なんですけど、自腹これを買ってこれと同じやつになんかストレートアイロンとか変えてこっかなって感じ。変えてこって感じですね。徐々に髪の毛のためにも。すごいよね、なんかすごいよねこの世、このね世界って。びっくりしちゃうよね。でもまあ髪の毛にはいいらしいね。そうドライヤーはそう毎日使うから。いつか買おうと。イエーイ、いつかデビューするよ。なんかやっぱアイロンとかドライヤーもそうだけど熱をさ髪の毛に与えてるわけだから多少のなんか髪にいいことをしてるわけじゃないんだよね多分。でもそのドライヤーをその高いやつを使うとなんか髪の毛がなんかねどんどんいい風にいっていくよみたいな、ドライヤーをすれば
ドライヤーをしても痛まずなんかいい方向に持ってっちゃうよみたいな。私のよく行く美容室は、美容室の方はそれを使って、そう、それ美容室全部それ。すげーと思って。の結構エミリーさんとか作ってる。マジでエミリーさん髪きれいよ。エミリーさんとかサエさんとかが作ってるから髪きれい。めっちゃよっこらて。そうなんだってかね、すごいよね。ヘアアイロンかな、エミリーさんとサイさん。そう、サラサラの髪ってやっぱいいんですよ。やっぱ髪の毛ってサラサラっていいじゃん、綺麗じゃんね、髪の毛、女の子は髪の毛、ん？髪の毛は女の子の命って言うじゃん、言うよね。ね、大事。もしね、高いものを買ったら他のところで頑張ればいいんです。他のところで、あ、ちょっと、ちょっと気をつけようってすればいいんですよ。ね、自分が使いたいところに使ってね。ちょっとここで使ったから、こっちはちょっとこういう方にしてもらって。そう、髪の毛が綺麗になると幸せ、幸せ、幸せヒューマンになります。10万のドライヤー型で震えとるかもしれん。それ使えずに、うん、7万ぐらいにするか。自分で購入するで。ね、落としたら多分私その日多分半泣き、ずっとずっと半泣きってる。落とした日にはずっと多分ね、メソメソしてると思う。言わないであげてね。で、今38分なので40分になったらランキング読みます。言わないであげて、多分相当メソメソしてるから。ウィーってなると思うから。明日のショールームは朝の7時半からするので、お時間のある方よかったら見に来てください。7時半からします、朝。確かに自分が使おうと思ったら結構高いものでも買っちゃうかも。よく使うものとかだったらね、高いもの買っちゃう、全然。確かにエアポッツ、あーね、エアポッツめっちゃ良いです。幸せ空間。まだ回ったらドライヤー買う。サクレのマンゴー味が出るの？今なんかめっちゃサクレとかそういうなんか冷たい氷系のものが食べたい。ガリガリくんとか、あとあのコンビニとかスーパーに売ってるあの袋のかき氷。ああいうの食べたい。
教えてください。ありがとうございます。ね、そろそろ季節ですよ。ガリガリ君の主役の年です。主役の季節。では40分になったのでランキングを読みます。あー、今年もかき氷食べに行きたい。大好きなところにかき氷を食べに行きたい。毎年行ってる大好きなところに去年も行ったら知り合いの人がそう働いててちょっとってなったそう、数年ぶりの再会だったからってなりました13位タタタンタンさん、ありがとうございます。12位ペレナさん、ありがとうございます。11位カズミさん、ありがとうございます。10位タナの魚さん、ありがとうございます。9位ケロックニさん、ありがとうございます。8位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。7位マキーサさん、ありがとうございます。6位ナナミンちゃん、ありがとうございます。5位アストラックさん、ありがとうございます。4位シンジーちゃんさん、ありがとうございます。3位タッちゃん、ありがとうございます。2位バウチさん、ありがとうございます。1位パパさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆さん今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。にゃー、おやすみなさい。